내 몸 말이 살려고 난 가지라고 지금 상세마시니너. Came to walk in the face. 에 저도 맞대. 아다시 오사와가 세레브데 뭐 미역게 유튜버도 마요. 유튜브 다시 엄포다. 텐진 터레온이 난 세레브데 なんか Twitter とかでもフワちゃん年に2回ぐらいの頻度で乳首出てたから言われて本当に。ちょっとやっぱ動画が始まる前に1回だけ謝らせて本当にすみませんでした。あとこの動画には幾度もいくつも乳首が出てくるから本当にあの親と一緒に見てこのマジで気まずいからそうした方がいいよ。まず最初に状況を整理するでください。私が乳首が出ちゃったきっかけになった番組は、そうグッドラックという生放送の番組。<笑> で、ツイッターで言われてるのに関しては、フワちゃんの乳首が出ちゃう。スタッフさんがブランケットを持ってきてくれる。フワちゃんブランケット車ってパン自給するひとまず助かりましたみたいな感じで言われてるんだけど、違います。あのブランケットは救世主でも何でもないの。どういうことかっていうと、あの日ね、スタッフさんがめちゃめちゃ気合入れて換気してくれようとしても、窓全開の空気清浄機ガンガンの外の空気入りまくって、お兄さんもかったもんね。よりによってフワちゃんはあの時薄着いたから、あのそばにあったブランケットをこうスプラの この中にこうやって仕込んで、こうやってちょっとでもダウンを取ろうとこうやって仕込んでたの。そうしたらブランケットがどん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 下に崩れてきて、結局落ちちゃうから、私もこうスポブラを下に引っ張ってこうやって、こうやってイエーって引っ張ったら上から出てくるみたいな。正直今までの傾向で言うと、ジップで下乳が見えちゃったりとか、竹山さんのロケで寒くて乳首が浮き出てきちゃったりとか、そういうパターンはあったの。上からこう出るパターン初めてだったから、私完全に予想外で対策ができてなかったの。本当にごめんなさい。 もう一つややこしかったのが、その日の時代がジェンダーについてだったの。男はこうなのに女はこうっていうのはどうなのかみたいな話をしてる間に、私が乳首出ちゃったから、なんか視聴者の人がこれはあの男の乳首は見えてもいいのに女の乳首は見えてはいけないっていう、フワちゃんなりの暗視テーゼなのではないかみたいな、なんか変なうがいをする人とかも出てきちゃった。本当にいろいろややこしかったの。でもラッキーなことに、私のマイノ席にね、エビゾウが座ってたの。で、エビゾウは私が乳首がちょっと見えちゃったのに気づいてたんだって。でもやっぱりアンラッキーなことに、その日の私がジェンダーだったから、 これをして見したら、セカラになるんじゃないかっていうエビゾウさんなりの考慮で言わなかったんだって。いや、これに関しては言えし。実際のところ、普段のフワちゃんってコメンテーターとしての調子ってそんによくないのね。割と浅いことを深めの顔で言ったりとか、私もそう思いますとかしか大したこと言えてなかったんで、その時に関してはなんとなくね、自分なりの意見がしっかりしてて調子良かったの。だから私、そのジェンダー論に関して結構ベラ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 偉そうなこと語ってたんだけど、もう最悪乳首のせいで全部おじゃん。 もう乳首が出てることなんて強しであらず、意気揚々とジェンダーの件を言い終えて CM に差し掛かった。その時 AP さんに教えてくれて、フワちゃん乳首が出てますって大騒ぎになっちゃったのね。そしたらエピソードがこっち振り返って一言、俺は気づいたけどねって、お前立てみたいな言い方するじゃねえ、乳首は。さっきに言え。いや違うのよ、その日はでも最近フワちゃんに対するネットニュースがマジで無法地帯になってる。それに対して言及するっていうコーナーを設けてもらってたの。なのに乳首が出ちゃったらもうまた出てるすぎじゃん。その後もマジで何事もなかったかのように、最近のネットニュースはこんな感じでこうなってる、事実もこうですみたいな感じで 否定したんだけども、その後に関しては一切ネットニュースにならず、もう本当にヤフーニュースエキサイトニュース、モデルプレスまでフワちゃんの乳首の方が書かれてしまいました。でもこれに関しては事実だから書いてあって。いやでもマジでこの日は最悪だったもんね。この日朝は乳首出るでしょ、夜は夜で春日さんとの収録だったんだけど、お腹我慢しすぎてすごいなんかお腹苦しくなってっちゃって、春日さんとの収録私途中で帰ったからね。もう何なの、霜トラブル全般多すぎる。さらに加えてあの子を乳首に漏らしてて、何なの、もう 乳首に何かしら貼るなりして、フワちゃんもちゃんと対策していきたいと思ってます。何貼ろうかな。チラックの顔とかここに貼ってって匂わせしようかな。これはこれでネットニュースになるつーの。